小清水亜美は、日本の声優、舞台女優、歌手、フリー、東京都国分寺市出身。身長169センチメートル、体重48キログラム、血液型は AB 型。青森山田高校広育通信生家程、卒業。代表作は、公共紙編』、『エウレカセブン、狼と香辛料、スイートプリキュアなどがある。12歳の時に、 劇団若草に入団。劇団の先輩、飯塚まゆみの影響を受け、声優を志すようになる。2003年、明日のラージャのオーディションに合格し、主演での声優デビューを果たした。スクールランブル、お願い、マイメロディ、公共紙編エウレカセブンなどで経歴を重ねる。同年、コードギアス反逆のルルーシュの光月カレン役で、第一回声優アワードサブキャラクター少女優部門を、 受賞。2011年には、スイートプリキュアにて、デビュー作以来2度目の朝日放送制作日曜8時30分9時枠の主演となった。2011年9月30日、4年間所属していた、プロダクションバオバブを対所。同年10月1日より、アクセル1に所属。2018年2月28日、アクセル1を対所し、フリーとして活動していくことを発表した。 ふとじはメインキャラクター。女優映画、ドラマアニメはインターネット配信。ありがとうございます。